珠洲市和歌山町では能登半島地震に伴い全長 6.8 キロメートルにわたって地表が隆起し、高さ最大2メートルの断層の崖が現れました。これは地震を起こした断層ではなく、原因は不明となっています。このため、この断層の構造や過去の大地震の影響を明らかにしようと、今日から金沢大学や富山大学などで作る研究チームが現地調査を始めました。調査では最大で深さ3メートルの穴を掘り、地下の地層の動きを確認します。地震を起こした断層ではないところで現れた断層街というのがここの場所特徴なんですね。でその断層街が、どのようにできたのかという、その情報を得るというのが最大の目的になります。この断層街が、繰り返しその地下で動いているかどうかって明らかにすることによって、この奥能登地域の、大地震の繰り返し、そういうものに対して新しい知見が得られるということが期待できます。調査は10月下旬まで続き、今年度中に研究成果を報告する予定で、今後の防災や減災に利用されるということです。